何の用だ。褒美をもらいに来た。何に対してだ。魔女だ。これが誰かわかるか。トリスメリゴールドだ。メリーゴールドだと。入れ。これはこれは、トリスメリーゴールド。ドラウナーから女魔術師にくら替えか。割がいいんでな。その理由は魔術師の方が厄介だからな。ドラウナーに何ができる。間抜けを海に沈めるくらいだ。だが魔女は王を殺す、策略を練る、戦争を始める。牛の絞りたてのミルクを酸っぱくするのも忘れないで。おふざけは終わりだ。永久にな。牢に入れろ。手を離せ。え？なんだって？ああ、やはりな、信用できないと思ってた。ウィッチャー、魔女、同類だ。同じ杭で火炙りにしてやる。あ、ウィッチャー、それぐらいにしてやる。これで全部みたいね。危なかったわ。まったく、策略や詐欺はあなたに向いてないわ。まったくだ。直接的な解決法がいい。そうね。あなたってまず先に手が出ちゃうのね。執務室を調べるべきね。ダンディリオンについての書類が見つかるかも。死体を探るわ。部屋を探して、まず机を調べてみたら。何か見つけたか。ポケットに執務室の鍵があるだけ。ほら、ベルトの下には何も。待って、裏地に何か縫い込まれてる。それは金庫の鍵よ。はい、権威を添えてディクストラに渡して。
免じ宛ての手紙があった。重要な誰か、おそらく諜報員からだ。諜報員？見てくれ。受け渡し用の箱、秘密の合図。そうね、諜報員の工作がはっきりに合うわ。そいつならダンディリオンのことをもっと知ってるかも。そうだな。待ち合わせの合図の送り方が手紙に書いてあるが、場所は書いていないな。ディクストラならわかるかも。何でも知ってるから。何でも？少し大げさだな。そうかしらね。鍵？場所に関する情報はなしか。ディクストラが満足するか疑問だ。約束を果たせなかった私たちを襲わせるんじゃなくて、金庫探しに手下を使ってくれるといいんだけどね。そううまくいくか？だといいんだけど。よし、ここにはもう何もない。行こう。喜んで。でも正門を通るのはお断りよ。ここでお別れよ。でもその前に弊社を燃やしましょう。同感だ。証拠を残しすぎてる。ええ、それにウサも晴らしたいの。ねえ、ちょっと話したいことがあるの。でも今ここじゃダメ。時間があるときに私のところへ寄ってくれたら助かるわ。それじゃあここから出ましょう。話したいってよ。短気な老いぼれめ。何？何でもない。すぐに行く。誰かな？オーエア、リビアのゲレルとか。もう尾行はやめてくれるか。ああ、宝の場所を聞いたらすぐにな。俺とメンジは意見が合わなかった。どれぐらい？ひどくな。それで煙の説明がつく。宝はあそこにはないんだろうな。一緒に燃えたりってことは見当たらなかった。20トンの金を見逃すわけがない。手ぶらでやってきたというのか？第一にやってきたのはお前だ。次に手ぶらではない。金庫の鍵だ。メンジが持っていた。金庫？自分で見つけろと？大して楽な状況にはしてくれなかったな。よこせ。おいおい、報酬はどうなる？ゲラルト、ウィッチャーはみんなそれほどずぶといのか？どういう意味だ？嘘をついたの？またしても。何？盗んだ犯人を最初から知っていたんだな。だがその情報を隠していた。確かに。だが宝を見つけるのは手伝ってやった。だから愚痴はやめろ。冗談ではない。信頼を踏みにじったな。それは認めよう。今回は生かしておく。では肩をつけようか。脅しか？逆だ。力を貸してくれただろう、ウィッチャー。だから何はともあれ報酬は払う。まだダンディリオンの消息をつかんでないようだな。ああ、だが知っていそうな人物がいた。おそらく諜報員でヤムルラックと署名された手紙を見つけた。ただ待ち合わせの段取りまでしか書いていなかった。場所については何も。バーコーナーズのアバラヤだ。あいつを送ればその日のうちに現れる。真夜中になる前にな。協力に感謝する。礼はいらん。借りを返しただけだ。いつもそうする。相手が嘘つきだろうとな。そして最後のお願いだ。二度と俺を出し抜こうとするなよ。
受け渡し用の箱か。合図を送った。諜報員は真夜中前にファーコーナーズに現れるはずだ。お金で稼ぐ手段を失ったわけさ。そりゃ運が悪かったな。自然的だが最高の隠れ場所だ。なぜここに？ああ、ディクストラだな。他にいないでしょ。どうしても最後までこの目で見届けたいと思った。トリスとの密会にはぴったりの場所だな。天井は崩れて壁はカビだらけ、隅にはネズミの糞、自然に口がつき出しそうね。シュ、隠れろ。メンジか。体調を崩してる。かなり悪い。誰かは知らないが、深入りしすぎたようだな。鼻の穴までどっぷりとだ。深入りしてるのはあなたの方よ。でも質問に答えれば抜けさせてあげるわ。その質問の答えはくたばれた。レディーにそんな口を聞くんじゃない。レディーにはな。だが魔女なら別だ。試してみる？おすすめはしない。もう降参する？くたばれ。このくらい平気だ。でしょうね。でもまだ序の口。これ以上痛くなるわけがないと思ってるんでしょ。なるのに。もういい。やめろ。どうだ、話すか？もちろん。とにかく何の限界言ってくれ。好奇心から聞くが、雇い主は誰だ？言わない。絶対に。どうかしら。ラドビット、ラドビットに使えてる。ラドビッドは何が目的でメンジに協力したんだ？自分が来る前に町を整理したかったのさ。魔術師がいなければ簡単に乗っ取れるからな。綱、ただじゃ置かないわ。メンジは市議の宝をどこに隠した？見当もつかない。いいの？私の一言でまた泣き叫ぶことになる。それでも何も知らないと言うしかない。信じられないかもしれんが、真実を言ってるのか？そのようね。ダンディリオンを探してる。メンジが捕らえたはずだ。たかが金融詩人のためにこんな仕打ちを。最初にそう言えたはずだろう。魔法で心をいじくり始める前にな。信じられん。あんな惨めな間抜けのために。要点を言え。ダンディリオンは聖堂島で監禁されてる。
聖堂の地下牢だ。メンジは彼をオクセンフルトで処刑するつもりだ。壮大な見せ物になる。残念だが見せ物は中止だ。解放する方法は？聖堂島を出ることができるのはメンジが命令したものだけだ。直接な。くそ。なんとかする。考えがあるの。後で話すわ。もういい。知りたかったことは全部わかった。それはよかった。この不幸な出来事はお互いに忘れよう。それでいいだろう。よくないわよね。出られた。ああ、こいつは知りすぎた。そんな、言っただろう。絶対に死ぬか、記憶を消し去るか。記憶を奪おう。だが、協力したじゃないか。痛みはない。保証する。決戦アンガード。どんな気分だ？卑劣、残酷。そんなとこでもすぐにここを出たい。家に帰ってお風呂に入って全て忘れるまで飲みたいわ。家に送ろうか？今日はダメよ、ゲラルト。だけど話したいことがあるの。今度寄ってくれる？メンジが死んだのは確かだけど、それで悩みが消えるわけじゃないの。ダンディリオンを助ける方法があると言ってたな。ええ、島にいることは分かってる。メンジがオクセンフルトへの移送を命じるまでそこにいるのよね。問題はメンジが死んだことだ。となると他にそれを知る者はいない。火事を逃れててひょっこり現れるかもしれない。彼か、彼にとってもよく似た誰かがね。ドプラが？ええ、あなたの旧友ドゥドゥ・ビベルベルトがハーフリングの商人に化けたことがあったでしょ。ダンディリオンは本物より本物らしいと言ってたわ。ビバルディも数千クラウンを融資したほどよ。だがドゥドゥは潜伏中だ。プリシラなら何か知っているかもしれないが。そう祈るわ。